今年のキャプテンとスローガンが発表された新体制発表会、さらに必勝祈願と大盛り上がりの決起集会の様子もたっぷりと。前ちゃんは言ってんねえ、英雄だもん。いよいよキャンプがスタート。現地沖縄からも生中継でお伝えします。オルビファーレ。おはようございます。オールビファレン、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、今週は盛りだくさんな1週間でしたね。日曜日には新体制発表会、火曜日からは沖縄キャンプが始まりました。さあ、そして今日はですね、その沖縄キャンプから玉田圭司アンバサダーが後ほど練習の模様を伝えてくれるという豪華ですよ。早起きしてます。ありがとうございます、はい、さて、先日2023シーズンのスローガンが発表されました。それがこちらです。行くぞ J1、 全てを J1 レベルへ。もう直球というかシンプルでもう分かりやすいですし、ね、このクラブの情熱みたいなのがひしひしとこちらまで伝わってきて、ね、もうこの T シャツにもね、はいはい、ババーンと書いてありますよ。力強い、文字もかっこいい、はい、もう着てるだけでこう燃えてきますよね。本当ですよ、ね、我々も一丸となって応援しますよ、はい、そしてチームを引っ張る新キャプテンには米田俊也選手が選ばれました。もう6シーズン目ということで、はい、しかも米田選手は長崎への熱い思いがある方ですので、うん、本当にぴったり適任ですよね。そう思います、ね、そして皆さんも気になっていたと思いますが、はい、開幕戦の日程が、ね、決定しました、はいはい、ビファーレ長崎の2023シーズン開幕戦はホーム、2月18日土曜日午後2時キックオフ。対戦相手はジェフユナイテッド市原千葉です。18日土曜日に決まりました、うん、はい、J1 への道が始まるわけですよ。 そうですね、そして2023年、はい、クラブでは選手たちを全力で後押しするために、はい、スタジアム満員プロジェクトを実施いたします。そうなんです。開幕戦ではこちらですね、第1弾ということで実施いたします、はい、来場者先着1万5000名に2023シーズンのスローガン入りオリジナル T シャツをプレゼントいたします。これです。着心地がサラッとしててすごく気持ちいい。そうなんですよ。そうね、着やすい。速乾性もありそうでね。デザインのことかと思ったら着心地やすい。着心地もいいんですよ。すごいいい。そうなんですよ。そうそう、いい生地ですよ、はいはい、ぜひね、はい、その開幕戦を含めて今年はなんと4試合スタジアム満員を目指すスタジアム満員プロジェクトの実施が決定しています。そうなんです。この日程がこちら、うん、で詳しいことは後日発表となりますが、はい、プロジェクト当日は来場者プレゼントをはじめさまざまなイベントが企画されているんですって、うん、ね、なのでぜひ満員のスタジアムで選手を後押ししましょう、はい、さあ本格始動となった新生ビファーレン長崎に向けて皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください。お待ちしています。お待ちしています。さあ、火曜日から始まった沖縄キャンプ、早速 J1 昇格に向けたハードな練習がスタートしました。どうぞ。今年も沖縄での開催となったビファーレンの一時キャンプ、今週火曜日から12日間読谷村陸上競技場で行われています。今シーズンのキャンプは3年ぶりに一般ファンサポーターに公開されました。ありがとうございます。キャンプ2日目、午前は11対11の実践的なトレーニング、午後はウェイトトレーニングから始まり、攻守の切り替えを意識したメニューをこなし、フィジカルコンディションを上げながら戦術を落とし込んでいきます。指導して10日目とは思えないほど緊張感があふれていました。シンプルに熱量が上がったというか、温度感上がってすごく明るいですね。まあ、もちろんその J2 優勝、J1 昇格ということを目標として目指しますけど、まずは開幕戦からいいスタートが切れるようなチーム作りをすることが目標だと思うので、最高の準備をして最高の結果が得られるようにしたいなと思います。まあ、初日から結構グイグイと声出したりとか選手と話したりしてうまく溶け込めたのかなと思いますし、すごく雰囲気がいいのかなというふうに思ってます。まあ、やっぱ自分の持ち味っていうのはやっぱ前の推進力、そういった部分をやっぱりまあゲームで引き出すためにも、まあ、声かけだったりとか周りにこういうボールが欲しいとか細かい部分にコミュニケーションをしっかりとって、自分の色っていうのを出していけたらいいのかなと思います。
まあ、自分のプレースタイル的には足元の技術を生かしてゲームをコントロールすることだったり、縦パスを出して攻撃のスイッチを入れるところ、そこで自分の特徴を出してチームの勝利に貢献できたらいいなと思います。オールビファレ。ありがとうございます。沖縄キャンプ3日目、最高気温18度、晴天の下トレーニングスタート。まずはボールをコントロールしながらのフィジカルトレーニングから始まりました。その後、ハーフコートを使っての攻守の連動性を鍛えるトレーニングやセットプレーの確認など、次の日に行われるトレーニングマッチに備え、実戦形式のメニューに汗を流します。新加入選手と若手ベテラン選手が一丸となってチームを盛り上げていきます。まあ、まずは軸にならなきゃいけないですし、チームを勝たせるために相手のフォワードに負けたらいけないですし、競り合った試合の中でセットプレーで一発で決めるとか、そういう勝負強さっていうのは絶対昇格に向けて必要なところだと思うんで、いい準備していきたいなって思ってます。明るいキャラクターの畑野選手も加わり3人体制となったキーパー陣、互いに高め合いながら取り組みます。常に、誰が出てもいいようないい競争ができればなっていうふうに思ってますし、お互いに高め合っていい準備ができればなっていうふうに思っているので、はい、徳浦選手中心にすごい盛り上がってますしはい、バッチリタイミングすごいとてもいい雰囲気で、はい、できているので、いい開幕を迎えられそうな気はしてます。はい、最後にですね、ファンサポーターの皆さんにメッセージを。メッセージ、はい、俺に任して。楽しい。かっこいい。オールビファーレ。いいキャラだな。いや、素敵ですね。いいキャラです。チームの雰囲気もすごくなんかこう、うん、あったかいなっていう感じがしますね。中の良さもすごく出てますね。あれ、畑野の選手って新加入選手でしたっけ？いや、むちゃくちゃ馴染んでます。馴染んでる。ムードメーカーの一人ですよね。はい、楽しみです。はい、さあ、15日日曜日、2023シーズンのスタートとなる様々なイベントが行われました。スローガン通り、J1 昇格に向けた意気込みが伝わる一日になりました。盛りだくさんの1日となったこの日、まずはジャパネットグループスポーツカンパニーの新体制発表会が行われました。高田明人会長兼社長からビファーレンとベルカの新たな役員が紹介されました。サッカーに関しては、ゆいと高木で、バスケに関しては、伊藤と田川という、こういう体制で2023年スタート切れることを、すごく嬉しく思っています。競技のことも分かる人が経営側で一緒にやっていくということは、これからの長崎にとって本当に大きいんじゃないかというふうに思っています。来年スタジアムシティもスタートする中で、本当に背水の陣というか覚悟を決めてやるべきなんじゃないかというふうに思ったというのは大きいです。やっぱりこうスポーツの世界の素晴らしさであったり、優勝して日本中のこう憧れのチームになった時に長崎に誇りが生まれて、それが長崎で生きる意味になって、やっぱりそういう究極の魅力的なチームを作る、そういう1年にしていきたいと思っています。今回は経営という形になりますが、思いは同じです。必ず、このチームが J1 に昇格するための務めを行っていきたいというふうに思っています。まあ、私自身もファンの皆さんと触れ合う時間を作りたいと思ってますので、愛されるチームにしていくことで、ファン層の拡大やそういった雰囲気の中で選手たちにプレーをやってもらえるように努力していきたいなというふうに思ってます。そして今シーズンの新キャプテン米田選手の紹介と2023シーズンのスローガンがこの場で発表されました。さあ、こちら責任と責任を全部グラウンドに持っていくぞ。ここから上がっていくよ。俺がこのスタートでやってもらう。行きたくなるよ。行きたくなるよ。だから失敗を取れず勇気を持ってチャレンジしましょう。絶対できる俺なら。
まあ、チャレンジすることはすごく大事ですし、やっぱり言霊ということもあるように言い続けることが、いろんなものに乗っかってくると思いますので、これはもう誰もがビファーレンのファンサポーターの皆さん、関係者、選手、監督すべてが、思っていることをもう言語化しようということで、いい言葉になったんじゃないかと、デザインもすごくいいものになったんじゃないかなと思います。続いては諫早神社で行われた必勝祈願。選手、監督、スタッフが一堂に会し、今シーズンの目標達成と1年の無事を祈りました。カリーレ監督にとっては初めての必勝祈願。日本の伝統に触れて今シーズンにかける思いがさらに強くなったそうですよ。Muito legal, né? Uma energia muito positiva, uma energia muito para cima, que isso aí nos fortalece ainda mais para o ano que a gente vai ter de competição. チームが苦しい状況とかうまくいかない時にこそ自分の言動でチームをいい方向に導かせたいなと思うので、まあ、秋と社長からもアドバイスをいろいろいただいて、まあ、自分らしいリーダーシップでいいんじゃないかっていうふうに言ってくれたので、まあ、自分米田俊也のリーダーシップを発揮していきたいなという気持ちがあります。そして大盛り上がりだったのが決起集会。トークショーと新加入選手の紹介がありました。3年ぶりの有観客開催となり、およそ1200人のファンサポーターが詰めかけました。待ってました。私も頑張って司会を務めさせていただきました。名前を呼ばれた選手が一人一人会場に入ってくる時の皆さんの熱気がもうすごかったんです。今年にかけるファンサポーターの期待を選手も直接感じていたみたいですよ。近い距離でね、こうやって会えるのも嬉しい。拍手が大きかったんですよ。2023シーズンを戦う選手、監督、スタッフに向けて会場からは大きな大きな拍手が送られました。好感だ。そして高田明サッカー夢大使によるトークショーも大盛り上がりでした。待ってました。今年の、ね、スローガンが何でした？行くぞ J1。 ちょっと発音が悪い J1。 ゼイでした、ごめんなさい。もうゼイが全然なってないですよ、本当に。今年はフォワードとして何点ぐらいを自分で入れると思ってるんですか？Bueno, creo que mi meta es superar lo que los goles que ya hice en los años anteriores, trabajar mucho, ayudar al equipo a ganar y a conseguir el objetivo que es subir. 一つも多く。ファンマさんはその1年間で得点何点か自分知ってる？本戦。11。そう。ファンマが一番入れてるんだけど、はい、マエちゃんは1点で AU だ。持ってね、確かにあの昇格を振り返る VTR 絶対流れますもんね。流れますもんね。必ずね。このシーンですよね、必ず。さつき田くんもその時は、ね、中学3年生で昇格した試合はボールボーイをやってました。そうなんですか。ここにいる皆さん代表して、本当そういう気持ちをポジティブに積極的な自分っていうのを作っていってもらったら、長崎はもう圧倒的な力でね、J1になりますよ。はい。この後は2023シーズンの新加入選手を紹介します。日曜日に行われたビファーレン長崎の決起集会。今シーズンの新戦力となる11人が紹介されました。ベガルト仙台からレンタル復帰した名倉匠です。今年は覚悟を持って結果で証明できるように頑張ります。よろしくお願いします。 Hola、vengo este año otra vez con muchas ganas con mucho trabajo. Quiero trabajar muy bien fuerte, ayudar al equipo con muchos goles y mucho trabajo. そして新加入選手は高田明サッカー夢大使とトークしながら自己紹介となりました。はじめまして、FC 町田ゼルビアから来ました岡野純です。ビファーレン長崎の1位になれてとても嬉しいです。J1 昇格しましょう。よろしくお願いします。
ディフェンスは少しまあ頑張ってほしいということもありましたんで、かなり強化していると思うんです、うん、4人もですね、うん、頑張ってもらえますか。はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。法政大学から来ました白井春樹です。皆さんと J1 に行けるように頑張るので応援よろしくお願いします。法政大学強いんだよね。大学、あー、そうですね、強いでしょ。はい、強いです。ね、vim do time da Espanha, chamo Valdo. Minha maior alegria vai ser fazer vocês continuar sorrindo. Não só a mim, mas a responsabilidade de todos aqui é ver o Nagasaki na primeira divisão. サンフレッチェ広島から来ました今津田です。長崎で結果残せるように頑張るんで応援よろしくお願いします。します。高木さんとかは知ってるんですか。はい、やっぱ広島のレジェンドなんで。レジェンド、はい、存じ上げております。あのアジアのなんて言ってました。アジアの大砲です。あ、わかりました、よかったです。東洋大学から来ました瀬田議場です。必ず J1 昇格できるように、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。長崎に来られたことって。いや、一回もないです。はい、初めて。そうですか。はい、一回もないの。はい、大丈夫。生活とか方言とか大丈夫ですか。方言はちょっとまだ分かんないですね。はい。朝日が抜けて、朝日が来ました。ちょっと掴みはいいですね。いいね。はい、なんか住む家も、前の朝日くんが住んでたところに住むみたいなんで。そうですか。はい、J1 行けるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。川崎フロンターレが来ました宮城天です。得意なプレーはドリブルとシュートとパスとトラップです。よろしくお願いします。いいっすね、いいっすね。なんか今のいい。先ほど紹介にあった浅久くんと久和くんの後輩になります。はい、大渕ライズです。はい、結果残します。よろしくお願いします。はい、はじめまして。マイクの持ち方がたまりません。はい、FC、はい、グレー持ちになってます。FC 東京から来ました畑野剛です。皆さんを J1 に連れて行きたいと思っているので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。J1 昇格という大きな目標に向かって新生ビファーレン長崎がいよいよ走り出しました。いやー、むちゃくちゃ充実の一日、盛りだくさんの一日。あの決起集会、あっという間でした。あっという間でした。あきらさん節、夢大使が久しぶりにですね、はい、もう全部持っていかれましたね。あきらさん、スタジオでお待ちします。ぜひお越しください。お待ちしております、はい、最高でした。はい、メッセージを紹介します、はい、マシャさんから。2023シーズンのスローガンはシンプルながらも明確で、決意を感じて今までで一番好きです。試合日程も決まって、あとは開幕を楽しみに待つばかり。行くぞ J1 と来ております。まだまだお待ちしています、はい、さあこの後は沖縄からキャンプの様子を玉田さんに伝えてもらいますよ。ワクワク。はい、さーい、沖縄から僕がお伝えします。よろしくお願いします。
皆さん、我々にとって大事な大事な一戦が来週月曜日から行われるんです。そう、 J リーグマスコット総選挙、今年がなんと最後の総選挙になるんです。そうなんです。しかも今年は投票方法が変わっていますので、皆さんご注意をお願いいたします。投票は J リーグ公式ツイッターとアプリからできますが、1人各1票までとなっているんです。ということは、これまでのように毎日投票っていうのはできなくなったっていうこと？そうなんですよ。あの1人2票までになりますので、はいはいはい、より多くの方にビビ君に投票いただくというのがポイントとなってくるわけなんですよね、うん、なので今回の選挙はクラブに関わる全ての皆さんが団結をすること、まあ そうですよね、そしてティファーレ長崎の輪を広げるということが、うん、そうですよね、とっても大事になってくるんです。だからその各チームのファン、サポーターのつまり数みたいなところもありますから、なのでより多くの皆さんにですね、そういうことですよね、広げていただいて、ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。はい、はい、もちろんビビ君も頑張りますよ。今年も投票日開始前日となる明日の日曜日にキックオフ企画を行います。ミーティングの様子はビビ君のインスタグラムでライブ配信されますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、さあ早速選挙運動が始まっていますよ。ビファーレン長崎&ビビ君総選挙応援カーサポーター募集企画。カーサポーター今みゆちゃんが持っているステッカーを自家用車や車用車に貼ってもらい、応援カーにしてもらおうという企画なんです。なるほど。またビビ君の選挙ポスターもできましたので、詳しくはクラブのホームページにある J リーグマスコット総選挙の特設ページでご確認ください。うん、これ目立ちますよ ね、 ね、さあファンサポーターの皆さんへ熱い思いを届けるため、来週ビビ君がスタジオに来てくれます。やったー、楽しみ。気合入ってるみたいですもんね。はい、みんなで投票しましょう。そうですね、おみくじはきつだったけどね。さあお待たせしました、はい、番組レギュラーの玉田圭司アンバサダー、今日はキャンプ地沖縄からチームの様子を伝えてくれます。はい、みんなで呼んでみましょう。はい、せーの、玉田さん。はい、おはようございます。おはようございます。いや、玉田さんどうですか、沖縄今日の天気はどうですか？天気ですか？うん、もう見ても分かる通りちょっと曇りがかってます。うん、あ、玉田さんのその服とか見てもちょっとあったかいというよりも風がこう冷たいのかなっていう想像をしてるんですが。そうですね、あの風がなければあったかいなと思うんですけど、うんうん、まあまあ風あるんで。あ、そうですか。まあ、上着必要かなというぐらいですね。ねえ、そんな沖縄の読谷村でキャンプを行っているわけですが、もうトレーニング始まってますね。始まってますね。はい、うん、どうですかそのね、トレーニング、まあ、あの玉田さんから見てこうどういう視点でね、キャンプを見ようというふうに思っていらっしゃいますか？まあ、キャンプってその選手一人一人がコンディションを上げていくキャンプでもあると思うので、はい、期間でもあると思うので、うん、まあ、そういうところは少し見たいなと思いますね。うん、コンディションとか。そうですよね。で、玉田さん何人か選手とお話しされました？沖縄入って。はい、うん、あのエジガル選手と、大竹選手、うん、あと名倉選手なんかとも話しました。どんな話されました？どんな話聞けました？ね、一番多かったのは、うん、早く一緒にプレーしようよって言われたのが。いつグラウンドで練習するのって。いやー、そうですよね。なんでユニフォーム姿じゃないのっていうような。はい、いや、で、そうですね、まあ、それは冗談ですけど、はい、あとコンディションなんかちょっと聞きましたよ。あ、そうですか。どんな感じおっしゃってました？はい、でも本当にこれからですね。僕もまあ見てて、まあ選手それぞれバラバラな感じはしましたし、うん、まあ、そういう中でね、まあ、キャップ始まったばっかりですし、はい、この中でもう少しどんどん上がっていくんじゃないですかね。うん、ね、新加入の選手もかなり増えました。だからそういったところもちょっと見ていきたいですよね。そうですね、あの選手の特徴であったりもそうですし、まあ、コンディションもそうですけど、うん、はい、田村さんからその沖縄で見てきたことをまた、はい、あのスタジオで伝えていただけたらなと思いますんで、沖縄キャンプ、はいはい、選手の皆さんにもよろしくお伝えください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、沖縄からでした。豪華な中継でしたね。ありがとうございました。さあ、いつ紹介します、はい、ダッフィー先生から